投票ということではございますけれども、無事、富川町長になりました、子育て支援や教育、また高齢者福祉、そして災害に強いまちづくりなどをしたい、これから富川町政を担う中、より多くの方々にお会いし、皆様のご意見を聞きながら、新しい富川町を皆様と共に作ってまいる所存でございます。 立候補の受付は今日午前8時半から富加町役場で行われ、午後5時に締め切られましたが、渡辺さん以外に届けではなく、無投票で初当選しました。渡辺さんは2015年の町議会議員選挙で初当選し、これまで町議会の議長などを務めていました。